花尾吉郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾吉郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。今日もね、音楽魂楽しくやっていきましょう。はい、おなじみ高橋誠さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はね、今日もまあ松下さんお休みということで ね、はい、今日まで2週間ね、ロンドン素晴らしい感じでね、もうマルタ島から写真が送られてきました。そうそう、マルタ島とかも行ってて、ね、これ実はね、ロンドンにこの番組のスポンサー様がね、いらっしゃいます。ロンドンの会社がスポンサーになってくれてますけどね、そちらの方のところにね、営業活動営業活動、何の営業か分からないですけどもね、いろんなねことがね、いい営業ですね。そうそうそう、僕も行きたいぐらい ね、ジャンファインアートっていうね、はい、美術品を取り扱う会社がありまして、日本人の方がやられてて、そちらもね、スポンサーとしてね、一口噛んでいただいております。今日松下さんの代わりといったあれですけどね、あーやちゃん、こんにちは。こんにちは。どうよ、緊張する？緊張します。あ、本当ね、どう、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてですね、久しぶりのねスペシャルゲスト、今日はご紹介しましょう。吉田よしこさんです。こんにちは。どうも、こんにちは。イエイ、イエイ、はい、こんにちは。ね、いかがでしょう。いきなり笑われましたけどね。いや、もう感動しています。いや、あそこからね、カナオさんすごいなって。いい、ね、10秒前まで ね、違う人だったのに、ね、もう 5秒ぐらいで返信するんですよ。すごいね、それは本当になかなかできない。いやね、これ毎週毎週ね、だらだらやらせていただいて、ね、毎週やってんの本当お疲れ様です。お疲れ様です。10年経ちましたよ、よしこさん。ね、すごいね。もうよしこさんとお会いして、もう10年、そうですね、ぐらい3年とか4年とか、そうですね、経ちましゅ、すよね、しゅ、しゅだって。そうです。いや、でもいろいろありましたね、でもね。だってその間にね、東日本大震災もあったし、ね、いろんなことがあって。いろいろありましたけどもですね、はい、僕も個人的にいろいろありましたよ。そうでしょう、いろんなね、辛いことも、楽しいこともたまにあるんですけど、いろいろありましたけども、この10年いろいろありましたね。いや、大変ね、なかなか私もちょっと具合、こうね、再びこう、悪くなったりとかね。ありましたね。一緒になんか歌いましたよね、はい、横浜で引っ張り出して僕が。そう、無理やりに。立ち飲み屋に、ね、呼んでくれたの、ちょっと元気になるからって言った、混沌としてた時期があってね、頭の中がね。確かにね。それでね、今こんなに光り輝いてですよ。素晴らしいと思いますよ、吉田よしこさん。もう大体誠さんと僕ら同世代、同世代ですね。そうそう、大体同じぐらいのね、はい、感じで、なんかこう仲間意識がやっぱり ね、 ね、いいですね。馬とかいう感じですか。え、馬ですか。あ、馬、あ、そうそう、馬。あ、そうなの、じゃあみんな馬だ。あ、そう。いや、今年はね、いいらしいよ、なんか運気が。馬年が本当。なんだっけ、あ、違ってた、サソリ座か。サソリ座のあれだ。サソリ座はいいの。サソリ座の A 型っていうのはもうすごいバッチリだった。あ、そうなの。今年は。僕はもう今までもう40年間ね、裏街道ばっか歩いてました。今年こそはね、いい感じで。まあ、そういうくだらない話はね、ここ、置いときましてですね。今日出ましたね。この吉田よしこさん CD。そう、今年のね、はい、1月の2日に発売ということ、もうね、すでに一月前からできてたんですけども、はいはい、今日一人の友達を見送ってという、あれ。長いタイトルですけども、今日一人の友達を見送って。はい、はあ、これはなんかちょっと深いじゃないですか。あ、そういう曲なんですけども ね、なるほどね、でこの絵がまた可愛いらしいよね。
ありがとうございます。もうよしこちゃんの感じだよねこれね。そう、ね、瀬川春日さんというね。瀬川春日さん。うん、春日さん、ね。春日さん。岩手の方でねギャラリーをやってるね、はいはいはい、女性が描いてくれて。あ、そうなんですか。うん、そう。わかりました、うん、ということでね、今日は吉田よしこさんお見えになってますけども、まずねこの中からこの今日一人の友達を見送ってというアルバムの中から一曲聞いてみましょうか。このタイトル曲ですね。はい、はい、ということで今日一人の友達を見送って。空はどこまで続くのか知っていたんだよ。私は空を飲み込んで泳いでいたから、もう飛び回るのは終わりだよと小玉がささやくもんだから、真っ暗闇の細い道をたった一人で迷わずに、今度こそ全てを分かろうと歩いていたんだよ。今度こそ全てを見てやろうと歩いていたんだよ。もう遊び回るのは終わりだよと小玉が消えた。
人の友達が歩いてゆく。私たちの少し先歩いてゆく。はい、ということでね、吉田よし子さんの新しいアルバム今日一人の友達を見送ってという曲でした、はい、なかなか深い感じの、またこう弦楽がいいですね。ねえ、ありがたいことです。ストリングスね、素晴らしい方たちにね、ねえ、あの素晴らしいですね。ストリングスは向島百合子さん、はじめ、はい、高橋香織さん、鹿宇大さん、はいはい、コントラバスはもうバンドとあの兼任してくれた金崎、いや、あの茅ヶ崎学さん、はい、はいはいはい、はい、そうすごいですね、うん、これ長田さんも、はい、スライドギターでね、この中入ってます、ね、長田たこ焼き、うん、たこちゃんがね、ん、うん、わざわざ奈良からね寝ないでね、本当あの運転してきてくれて本当そうそう、うん、あの吉子さんとよくねやられてる長田さんっていらして、僕か関係が深いのよ、ねね、昔だってねそういうね、ディレクターだったんだから、タコちゃんね、そういう時代もあったけどね、そうそうそう、うん、あのね、でも素晴らしいギタリストですよね、もう今ね、はい、本当にスライドギター ね、うんうんうん、それでこれはどうでした、この撮った時っていうのは、まああのまとめて撮ったわけじゃないですね。ではないの、もう本当にツアーの合間にね、あの近藤達夫さんのお宅で撮ったりとかね、はい、あ、そうなんですか。で、あとはリハスタにみんな機材をね、うん、近藤さんが運んでくださり、うん、そこでマイクを立てて、あ、まあ、ほとんどせーのでやるんですけどもね、はいはいはい、でストリングスは、うん、やはりそういうリハスタで、うん、それダビングだったんだけども、うん、まあ、だからあとタコちゃんはね、うん、あの本当に 1,2 回しか やらない人なのね、うんうん、あの何度も何度も、うん、リハとかあんまり好きじゃないもんね、そうそう、いくつもテイクやりたくもうその場でそう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 、ほなやろうかってだからね、こっちが失敗したらね、うん、だんだんこうあのもう僕は嫌だなっていう音になってくるからね、なるほどね、あのなかなかそれはね、うん、あの緊張感もあるけど、うん、本当スリリングでね楽しかった、なるほど、あ、うん、なるほどね、うん、でもあのそういう雰囲気、いい雰囲気でね、またこうやってこうレコーディングできて、皆さんあの素晴らしいじゃないですか、友情で作られています、ね、でもそれしかないですもん、ないです本当に、ね、我々ね、うん、予算がそうなのたくさんあるわけでもないし、それでもね最後はね、うん、あどうしようどうしようってね思うのね、あの胃が痛くなるようなね、うん、あの不安があったりするんですけどもね、なるほどね、うん、ということでね、今日は吉田よし子さん、お客様にお招きしておりますが、早速ね、ファックス来ておりますが、あのあやちゃんの方からちょっと読んでみる、はい、させていただきます、はい、させていただきます、はい、かなおさん、うん、先週はお邪魔させていただき、うん、ありがとうございました、うん、ほうほう、ディレクターの山田さんが仏様のような気遣いの方でお会いできて嬉しかったですはいはいはい、チャーカと見間違えたかなおさんとまたにタワープレス前でお会いした時には、はい、縁があるのかなと思わず勝手な独り言、うんうん、まこっちゃんのソフトモヒカンが若く見えました、うん、はいはいはい、そうだね、なるほどね、としみさんにもお会いでき、うん、キキさんも、うん、リスナーでおいでになった皆様にも、うん、お礼申し上げます、はいはいはい、はい、金曜日はそちらに行くのが難しい曜日なのですが、うん、機会があればまた伺わせてください、うん、はいはいはい、さてさて今日のゲストは吉田よし子さん、はい、こんにちは、はい、こんにちは、こんにちは、自分の感じた思いを素敵な音符に乗せる素敵な方ですね、うん、リクエストはラデンの歌か砂の月をお願いしますこれねきっとねラデンの歌っていうのはあるのかもしれないけど、私の歌ではなくてあの知り合いのね、 あそうなの、うん、そう、そう、なんかどこで知ったんだろうか分かんない、うん、砂の月っていうのもないらしいよね、吉子さん、それで多分ねミックスされちゃって砂の歌というのとね、うん、はい、月の庭というのこれは難しいよね、嬉しいね、でもね、はい、ということでこれは須賀川のソソさんからですね、そうソソさんなんだ、なんかあります他に、かなおさん、はい、ふるさとはいかがでしたか、うん、
リバーサイドマイホームタウンお願いします。はい、そうですね、まこっちゃんには甘やくささやく歌をよろしくお願いします。、うん、今年も皆様、うん、そしてリスナーの皆様も、うん、良い年でありますように、うん、この番組が100周年を楽しく迎えられますように、うんうん、福島の空から110周年だね。これね、福島 の、 あの空からお祈り申し上げますという妖精ソソさんのね、あれでしたけども、まあ、ありがたいことですよね。あの福島の方もね、僕ご縁があって、ね、いろいろあの伺うことも多々あるんですけど、うん、私もね3月にねソソさんのとこお邪魔します。あ、3月行くの、うんうんうん、いつ頃、3月の後半ぐらい、ちょっと覚えてない、あの、な、半ばぐらい、そうですよ、はい、またね、あそこの部屋に泊めていただいて、そうそう、ギターがある部屋だよ ね、 あのね、このベッドで誰が寝たのかなとか、ね、そう思っちゃうよね、なんか、いろんないい夢が見れる。そういうね、なんかね、あ、一回一緒に行ったことありますよね、うん、あ、だって終わって飲んでたら、うん、もう私寝るわとか言って2回上がっていったもん。そうね、まだね、あんまり具合良くなかったね。一人になりたかったか。そうか、そうか、そうか。そういうね、思い出がたくさんありますけども、妖精ソソさんありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、僕の方はもう一方何かありましょうかね。あれ、さっきワックス来てたんだけど、これ先ほどの、あ、これじゃないね。あ、ここは目の前にあるじゃん。金尾さん、金尾城投げ銭 FM 門中ということでね、投げ銭 FM というと、チャーリー佐藤さんですね。佐藤さん。うん、いつもありがとうございます。金尾さん、誠さん、キキさん、はい、山田さん、こんにちは。そして、ゲストの吉田よし子さん、お帰りなさいというね。あ、ただいま。はい、ね、もうこの声がね、癒されるよね。俺も本当電話一本だけ、もしもしだけで癒されるから、ね、よし子さんの声聞くと。あ、そう。そう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 。なんかいつも電話なの？そうそう。メール。メール。まあメールダメなのよ。ね、電話がやっぱり。私もそうなの。あ、そうでしょ、うん、そうそうそう、俺たち世代はやっぱそうだよ ね、うん、なんかね、なかなかメールでね、言いたいことを言えなかったりね、うん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 、そういうことですよね、うん、松下さんが国外に逃亡して2回目の放送ですが、うん、そうですね、ゲストが素敵な女性ばかりですので、柔らかい放送となっていますね、というね、やっぱ女性がね、ね、おいでになると、なんかこう柔らかい、嬉しいですよね、嬉しい、これマコちゃんも一番ニコ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 してね。まあ常にニコニコしてるんだけども、やっぱり男性よりも女性の方が圧倒的にね、いい感じもしますよね。僕はどっちかというと男に走ろうかなとか思ってる。リクエストはよしこさんとかなおさんのコラボ曲を一つよろしくお願いいたしますというね、なかなか今日はね、楽器、あのよしこさん、ダルシマをお持ちいただいてますでしょうか。これちょっとね、音色とか聞かせていただくとね、この楽器、ダルシマですね、これね。これカナダでしたっけ、もともと。カナダの方にもあるし、うん、アメリカの、うんうん、まあ、最初はこう、東部の方からね。はいはい。アパラチアン・ダルシマとか言われてるし。はいはいはい、はい、はい。なるほどね。これ、お持ちいただきましたけどもですね。なんか一曲やります？あ、これで、うん、ギターの方がいいですか、ギターの曲やりますか、あ、どっちでもいいですよ、そう、はい、じゃあこれでやりましょう。それ大丈夫ですか。うん、なんていう曲、ね、うん、このアルバムの新しいアルバムの中にもね、はいはい、入って、長田たこやたこちゃんと一緒に二人でやっている、はい、うん、甲府の祈りという、炭鉱夫の甲府、あ、はいはいはい、炭鉱夫のね、甲府の祈り、これ一番最後の曲になりましょうね。カナオさんもね、うん、そういう炭鉱のある町、生まれた、生まれた、ね、うん、筑豊ですよ、ね、だから福岡県野方市というところで、うん、ね、はい、この歌なんとなく分かるとこがあるかもしれない、うんうんうん、歌詞は、日本語の歌詞は高田渉さんの歌詞なんですけども、はい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 、私今一番歌いたい歌の一曲です。あ、本当、はい、もう一発目からそれ行きますか。僕もちょっと行きましょうかね。もう朝だけど、なんかまだね、ぼーっとしてる。でも頑張って歌してもらいます。ダルシマを引きつつね、じゃあ一人で、ね、はい、今日ね、やっていただきましょう。甲府の祈り、はい、
朝もやの中に一つ小玉する汽笛の音、答えはいつも一つ、いつも小玉は一つだけ。子供らは泣きじゃくる、腹をすかし泣きじゃくる。私にできるのはただ泣き疲れ寝るのを待つだけ。お願いだ聞いておくれ、町に住むお偉い方、この子らが泣かないように幸福の祈りを聞いておくれ。土の下で甲府の汗は流され、凍りつく甲府の下に石は眠り続ける。家族らは今日も待つ、頭を耐えて、子供らは帰りを待つ、今日の日の終わりを。お願いだ聞いておくれ、街に住むお偉い方、この子らが歌い出すように幸福の祈りを聞いておくれ。答えはいつも一つ、いつも小玉は一つだけ。いやーいやーね、甲府の祈り、ね、これはこれ高田渡さんですね、本当にね、あのこれちょっと失敗した、一番最後だったね。今これいやこれでね、あのね、素晴らしいですよね。でもね、まあ、あのずっと旅をねされててもう長いとは思うんですが、はい、いかがですか、その、よしこさんと、まあ、いろんなとこでお会いしたりもしますけど、はい、そうだった ね、一番最初ね、そう、名古屋のね、名古屋の雨のね中をさ、うん、リュックに CD いっぱい詰めて、うん、片手にこうあのダルシマってマーチン、あとハードケースだったからね、そうそう、それ持ってで移動するのよ。でもちょっと小雨降ってたからもう一本持ちましょうっつって持ったことが あるんだけど、まあ少ししたらさ、カノさんダメだわ、やっぱりバランス取れないから、そうなの、二つ持ってないとね、今日もね、うん、あのダルシマだけで来たのね、ギターは、うんうん、あのね僕の使ってくださいって昨日ね、うんうん、言ってくれたから、あれなんかね変なのよね、あそうなの、うん、両方ないとね、なんかちょっとどうしよう、なんか忘れてしまったみたいな。それででも全国ずっとね、うん、歩いてるわけですよね。最近はね、うん、あの若い人がね途中から持って
して差し上げましょうとかね本当あるよ、あの駅の階段がね辛いよね、うん、エレベーターとかないところね、うんうんうん、でもね時々ね、うん、お持ちしましょうかとかいうね、うん、人がいたりするのよ、うん、ね、なんか泣きそうになるね。そうだよ、うん、そのまま持ってっちゃったりするやつがいるからね、うん、いやいやでもね日本はそうじゃない、あの日本はねなかなかね、まあでもだから声かけてくれる人も少ないけれどもね、あのそういうなんか真心がね身に染みたりしますね。なるほどね、うん、というね、今日は吉田よし子さんですけどもですね、このどうしましょうかね、このアルバムをかけながらお話しするか、まあ生高嶋真琴さんとなんか一緒に やってます。あ、そうしましょうか。ね、ね、はい、おそらくまあ真琴さんともあれですかね、割とあこの番組での中で、あ、うん、ごめんなさい、この番組の中で出会ったんでしたっけ、ね、そうですね。ね、そう、共通の友達もね、なんかいらっしゃるみたいで、いっぱいね。で、あと似たようなお店でね、うん、歌って、ね、ああ誠さん来週来るんだなとかね、うん、あ、そうだね、うんうん、毎日のようにね、ほとんど毎日でしょ、うん、誠さん ね、すごい、今日もやりますよ、ね、そうなん、今日はどこで、今日はね、宿河原、ああ、宿河原ね、へえ、ということでね、おそらく大丈夫だと思います。ありがとうございます、お借りします。はい、ということで今日はね、あの吉田よし子さんですけどもですね、あれですか、あのしばらく北海道になるんですか。あ、2月はね必ず、うん、あの必ずじゃないんだけども、うん、ここね何年もあの真冬の北海道行ってね歌わせてもらいます。あ、もう何月とか決めてんの。いや、そんなこと、そうなっちゃうの。それでまた来年も2月においでとか言われるとね、一件でもそう言われると、あ、じゃあそこをね起点にしてどうしようかなと。今年はね、うんうん、釧路から入ってね、うん、釧路まで飛行機がね飛ばない時も あったりするんだけども、うんうん、飛びますようにと思いながら、うん、釧路から始めますけどもね、 あれ網走、うんうん、とか行ってね、流氷が見れるかもしれない、ね、あ、いい ね、あのここのとこ暖冬だったからね、うんうん、流氷に出会えなかったんですね、なるほどね、うん、そういう吉田よし子さんですけど、今日はね真琴さんとお二人で何いきますか、はい、あのね、うん、これもアルバムに入ってる曲なんですが、うん、これも私の曲ではないんです、はい、佐藤君彦さんっていうね、はいはい、あのケメさん、ね、ケメさんね、うん、そのケメさんとも一緒にやられてましたよね、一番最初のバンドがね、うん、ケメ、はいはい、ま、がメインというかケメさんと金谷さんというね、うん、はいはい、二人がメインで最初に始めた、うん、ピピ&ゴッドっていうバンドに、うん、ね、私は途中でね入れてもらって、エレックレコードのね、そうそう、ね、で近所だったんでね、でそのままエレックレコードでデビューするんだけど、うん、ケミはね途中で、うん、もう途中ですぐにね、うん、ソロになるんですね、はいはい、いろいろね会社の方針なるほど、あ、なるほどね、うん、でもそれですごいねブレイクするんだけどね、うんうん、そうですよね、でも彼はねあの去年ね亡くなったんだけども、うん、6月に、うん、あのなかなか後年ね、うん、あの人前に うん、あんまりこう顔出さなかったから、うん、会うことができなかったけども、うん、ずっとね曲だけはステージがなくてもね作り続けて、なかなかそんなことしないですよね、うん、そうなんだ、あの本当に正直に聞いた人だっていうふうに私は感じています。なるほどね、うん、なのでその中でね、はい、ケメの作った曲なんですけども、うんうん、その中に登場するのはちょっと私だったりするっていう、うん、あ、なるほどね、家が近かったからね一緒によくね帰ったの。あ、そうなんだ、うん、あの地下鉄でね、都営地下鉄1号線っていうのでね。あ、そう、うん、それでもよし子さんって当時はまだ学生の頃の、高校生だったのね最初はね、高校生でデビューしたんだ、うんうん、そうだったの、すごいね、ね、うん、あのなかなか過酷なこともあったけどもね、はいはい、でもあの時にね、うん、いっぱいそういう過酷なツアーを体験したんでね、うん、そうですよね、今行けるのかもしれないな、高田渡さんもそうだしね、いろんなとこ、うん、ね、方たちと ね今はもう本当歌える場所があるだけで、うん、私はありがたくて、う
ということでね、吉田淑子さん、眞子さんと一緒に、ああ、ちょっとやってみます。できるかな。じゃあよろしくお願いします。地下鉄という歌です。はい、走る追いかけてくるなと言ってるような気がする。古くからの友が左側に座っている。お腹がつるくらいさっきまで笑っていたのだった。こういう曲やるとやっぱアコースティックの良さが出るよ ね、いいあの午後のひとときじゃないですか。ね、ね、ちょうどお昼休み、そうです ね、あの素晴らしいアコースティックのね、あの感じですけどもですね、吉田淑子さんいかがでしたでしょうか。うん、今後の、まあ、ライブっていうか近々っていうのはあれですか、もう北の方から始まるんですか。まだね、あの
都内2月ですよね。明日明後日とね、東中野の方のね、ミュージックストリートって2日間。ミュージックストリート、そう、あ、ミュージックストリートよかった、ね、東中野、そう、あ、そうですか、はい、明日、それ明日、2日間やるの？2日間そうなんですか。あのね、いろんなお店でね、同時に、うん、同時多発的に、あ、そうなんだ、そう、よくあるでしょ、ね、はい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 、湘南台とかね、湘南台でもあるでしょ、ありますよね、うん、そういうのがあるんです。うん、今年は湘南台行くんですか？行きます、行きます、5月、うん、あ、僕も行きますよ。あ、本当、会えたらいいの ね、なかなか、うん、で、まあ、でも道でこうすれ違うのが楽しいね。そうそう、結構ね、ウキウキする、あれすごいみんな出るから、うん、そうそう、うん、だ、東中野もね、今回2回なんですけどもね、あ、楽しいですよ、一日中ね。でもそうやってその商店街とかね、街がその盛り上がっていくのはいいですよね、うんうん、そう、だからね、そうすると、うん、街の様子もなんか変わってくるのね、うん、ちょっといい、うん、良さそうなお店ができたりとかね。なるほどね、うん、すごくいいことだと思う。今商店街大変なのよね、本当。あの、僕実家の方のね、あの、野方の方も ね、あの、この間歩きましたけども、なかなかね、うん、商売大変ですよ、ね、本当に、ね、あの、甲府の祈りに あったように、うん、あの、小さな声はね、そうそう、届かなくなるのがね、うんうん、全部大きくなるからね。そうそう、だからね、うん、あの、まあ、自分のことですけども、うちの兄がそういうね、商店街をこう、あの、活性化させるためにずっと仕事してるのよ。へー、全国回ってね。あ、そう、そうそう、それも長いですよね。あ、そうなんですか。まあ、最初は九州管内だけだったんだけど、うん、今全国的に呼ばれていってね、あ、の、その、要するに全部作り変えるんじゃなくて、うんうんうん、あの、もう昔ながらの床屋さんとか、うん、それこそいろんなね、ところが、うん、あの、一緒にこうそこで、ね、うん、あの、潤うっていうね、うん、そういうやり方があってね、うん、そういうことをね、あの、いろいろ広げようとしてるんですけども、うん、それはとてもね、嬉しいなと思う、うん、日本中行くけれども、うんうん、シャッターばっかりのね、そうそう、商店街とかすごく多くてね、増えてきましたよね、うん、だからそういうところは何らかの形でね、うん、あの、もう一回盛り上げていくのがね、うん、あの、もう本当望んでますけど、ね、若い人がね、そうそう、入ってくる。僕の実家も商売やってたんですよ。あ、そう、そうそう、商店街で、商店、ハイセンスカナオっていう、ハイセンスよ、ハイセンスカナオ今で言ったらブティックだ。そうそうそう、ね、それでね、洋服の生地とか売ってて、母がね、あの、デザイナーだったんですよ。あ、そうなの、うん、筑豊にそのデザイナーいたんですよ、何、へえ、写真家も出ましたからね、スキタさん、ほら、あ、デビッドボーイ撮る、そうだ、スキタさん、ね、うん、僕の家のすぐ近くです。あ、そうか、スキタさんとかボタン屋さんだったんだけど、ボタン屋さんなんてね、昔あったのよね、今ね、うちはね、福祉とか売ってたんですよね。あ、そう、そう、あ、そうなんだ、そうなんですよ、もうボッちゃんって言われて、ワカって言われてたからね、うん、ちっちゃい頃は、うん、バカじゃないよワカって言われて、いや、でもね、あの、でもやっぱり昔は良かったけど、やっぱり時代とともにね、うんうん、やっぱり結構大変になってくるんだよね、うん、大型店とか出てきて ね、みんなね、やっぱり手っ取り早いものが好きだけども、でもあんまり欲張らなければ小さいお店で ね、やれて、でも私たちの仕事もそうですよね、うん、そうですね、あの、確かに欲張ったら大変だけどもそうそうそう、例えばね、なんかヒット曲がとか、うん、なんかこと考えたらあれだけども、毎日毎日ね、うん、コツコツやればなんとか、うん、できればいいんだけど、それも大変だけどね、大変だけど今の世の中ね、うん、だからヒットを出さなきゃいけないっていう、僕もほら、そのレコ、ちょっとメジャーなレコード会社にいたんで、うん、あの、追い込まれるわけよ。そう、ね、そうするともう歌うのが嫌になっちゃうんだよね、うん、そうですね、うん、それでもうなんかそのプレッシャーばっかり、うん、ね、あの、感じちゃって、ね、それで新しい曲はできないのかとかね、そうそう、もうそれも追い込まれるんで、うん、あの、そしたらね、そっち側にミュージシャンが行っちゃうと、うん、まあ、今でもそういうミュージシャン多いけども、うん、そのスタジオミュージシャン、楽器が弾ける人はね、うん、割とその売れ線の人の、あの、につくじゃない、うん、あの、その仕事するわけ、ね、例えばその、うん、ジャニーズ系だとか、まあ、いろんなね、うん、ジャニーズ系は決して悪いとは言ってませんよ僕は、うん、あの、例えば AKB とかね、うん、ああいう人たちの曲を作る側に回るのよ、ミュージシャン、そうね、うん、たくさんお金もらえるからね、うん、ヒットすればね、うん、で、僕の友達もいましたけど、もうヒットしたら大変よ、その子じゃない、その作曲家、
もう億万長者ですよ、まあね、うん、ちょっとね時々宝くじと同じぐらいの割合で夢見る時があるけれどもいやでもなんかこう好きなようにね生きるためには何かを犠牲にするっていうのはありますよね、うん、なんかね、そっか、うん、でも素敵にね吉子さんも輝いてねいいじゃないですかね、もうそんな笑わなくていい、またしいこと言いやがってとか、ね、いやいや私もなんか言おうかなと思ったカナオさんのことね、うん、いつもそのさっきもどこで買うんですかそ あのベルボトムとかベルボトムジーンズね、うん、ジーンズね、あの僕娘とサイズ同じなんですよ、ね、共有してるんだって、娘が履かなくなったのは僕のところか、ね、親子でシェアしてるんだね、もうあれなのよ、あのウエストとか同じなんですよ、本当に娘が太ったわけはないよ、ね、うん、同じサイズがね、そうなんだ、今度じゃあ娘さんに聞こう、どこで売ってるんですかそういうねあの感じで、うん、私もなんかもう年取ってまいりましたけどもね、太らないんだよねなんか、本当、うん、あの、変わんないよ40年ぐらい、孫さんもあんまり変わんない、あんまり変わんないね、ね、うん、みんなちょっと腹出てきたり太ったりするじゃん、私はであのね、うん、隠れてるとこから出てるよ、嘘だよ本当、あの こういうね手首とか細いからね、細いよね、うん、なんか大丈夫ですかって言われるんだけどもね、うん、そうですか、うんうん、この間なんか小室仁さんの番組テレビに、ね、見た僕出してもらってね、うん、ありがたかったですね、ちょっとね、うん、どこ見て歌ったらいいのか分かんないね、うん、あテレビもね、そうそう、うん、いつもライブでしょ、はいはいはい、カメラがあるからね、うん、1カメ2カメとかこう、うん、あったりなんかだからね、なんかちょっとね、うん、あの小室さんの質問にね、うん、トンチンカなこと答えたりねあちょっと面白かったけど、ね、でも見てる方はね、うん、本人ほどそんなに、うん、あのちょっとしくじったとかいうことはね、うん、思ってないみたいよ、ね、あのありがたいなと思ったのは、私小室さんとは本当高校生の時にね、うん、はいはい、出会ったんですね、うん、でギター教室小室さんがねやってたん、はいはいはい、で、あの、まあ、それから何度かお会いしてるけども、うん、ああいう形でね一緒にね、うん、演奏できたいってちょっと感無量でしたね、なるほどね、高校生の私がこれを見てたら本当に感動するだろうなと思いながら、うん、我々の中ではね、うん、小室仁さんっていうとやっぱりね、そのフォーク界のね、うん、大御所でね、あの大変でしたよね、見習ってる部分がいろいろあるんです、なるほどね、うん、ギターの持ち方とかね、あ本当マイクの角度とかね、なんか知らない間に見習ってるところがあったの、へえ、うん、まあ、ということでですね、吉田よし子さん、この、今日一人の友達を見送っての中から、うん、もう一曲じゃあ聞いてみますか、はい、これ、はい、フォーチュンという曲ですね、よろしくお願いいたします、その時を待つ今夜の夢の続きも見ることはない、あなたの胸で眠りながら忘れない顔がある、もしかしたらそれはあなた、私かもしれない運命。夜に住む人、ウイスキーのシミに話しかけてる。人生の物語、耳を貸す人。もしかしたらそれはあなた、私かもしれない。
芝生の上言い聞かせることがある。もしかしたらそれはあなた私かもしれない。運命とても近い吉田由紀子さんのフォーチュンでしたけども、はい、今は上げてなかったね僕、うん、失礼しました、素晴らしい、のね、あの運命ですねこれね、素敵な歌ですけども、ということでちょっとね、巻きで、博多の美希さんから来てますね、ちょっと読んでみますか。はい、皆さんこんにちは、はい、三寒四温とはよく言ったもんで、はい、気温の変化が激しいですね、はい、皆さんはそれでもお元気そうで何よりです、はい、そしてゲストの吉田由紀子さん、お帰りなさい、はいはい、また素敵な歌が聴けるのが嬉しいです、はい、音楽は違うかもしれませんが、由紀子さんの歌はアレサ・フランクリンを称える言葉を思い出します。それは彼女は歌うように語り語るように歌う、という言葉です ね、 ね、今日も気持ちよく語ってくださいね。ありがとうございます。今日も、はい、吉見さんがお休みということは、はいはい、同世代の同窓会ですもんね、うん、同世代ね、本当にね、皆さんリラックスして楽しんでください、はい、リクエスト、はい、今日は新婦からの曲をたくさん聴かせてください、うん、個人的には幸運の女神様、あ、うん、そっか、あるそれ、うん、あ、うん、でも、うん、興味がありますが、うん、何でも OK です、はい、PS 先週金曜日にあった、うん、こてつちゃんもまた遊びに行きたいですって言ってましたよ、うん、あ、なるほどね、あのハーモニカのこてちゃんっていうね、はい、あのいますけどもね、素晴らしい、前に来ていただいてね、うん、またじゃ あ、 遊びあの誘いましょうね今度ね、博多の美希さんどうもありがとう、ということでね、ありがとうございます、今日は吉田由紀子さんですけども、ちょっと時間がねあんまりないけど俺なんか歌おうかな一曲、そうよ、あの
もうどうでもどうでもいい状態。じゃあね、あのリクエストはね、また今度ね、あのよしこさんのリクエストもライブで ね、あのお届けしましょう。で、僕のリクエストもですね、また改めて、やりましょうということですね。あ、俺カポはない。あ、いいから いらない曲やろうか。On Your Side。ということでね、ちょっとパッとしたりなんとかかんとかして、はい、いい感じで終わりました。いい、ね、オンリーサイドでしたけどもね、本日のゲスト吉田よしこさん、はい、ありがとうございます。高橋真子さん、ありがとうございます。ありがとうございました。あやちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。すいませんでした。ありがとうございます。ごめんね。また来てくださいね。ということで、お相手は金尾吉郎でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 お疲れ様でした。あたりを行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は今はない。福知の山に見る
節は巡り色を変える街 Riverside my hometown 今また祭りがある懐かしき友がいる忘れかけてた思い